こんばんは。こんばんみ。椅子、確かにこの椅子久々登場かもしれない。ずっとカビゴン座ってたのここに自分でもここ座ったの久しぶりかも。顔出しー今日もね、稽古だったよ。昨日宣言した通り。社長、そんなね、社長椅子ってこのあれじゃないよ、全然これ。そんなでもくつろぎ椅子ナイス稽古だって、ナイス稽古メイク済み。まあね、今日はね、でも今日はなんかいろいろ投資をしたりとか、なんかいろいろ夜からだったの。日中何もしてないな、ずっとうちにいた。なんかお部屋の雰囲気明るい。あ、ま、ん？そうかな。あ、でもちょっと明かりを近くに最近照明増えたんだよね、かわいいやつが。おさげかわいいでしょフフ帰ってきてからをこれにした配信のためだよこれではね、いかないです。メアリーは結構今やってる役ね、メアリー・オールディンっていう役をやってるんだけど、結構なんか仕えてる人になんかそういう役なので、稽古中も結構ぴっしり髪をまとめて、今もちょっとこの今流行ってるけどワンピースとかそういうの着て今も稽古やってますね。なるべく本番と近いような状態で黒ワンピースで今日行きました。全然ズボン履かないです。だから最近ずっとスカート履いてる。うん、メイクもしておけば、まあね、うん、それはそれはする。うん、今日はちょっと強めにメイクしました。本当？嬉しい。お酒スクショしていいですか？しょうがないな。いいよ。で、そんなさ、聞かなくてもいつもしてるでしょ、みんな。やったー。声低くしてるの？なんか低くしようと思ってないけど、地声だと、やっぱり変な若さが、私の声これだから。でもそういうのはなんか今回違うなと思うので、なんかそういうのは消そうと頑張ってます。まつげバチェル、ほんと今日は頑張ってあげた最近ずっとあげないのにハマってたんだけど、今日はバッチリあげてるの。靴しまくり、イエーイイエーイ。今日はチークはユキニーさんのところの使ってるの、ユーピンクのピンク。目尻がすごいね、なんかみんな
私の今日のメイクの変化に気づいてくれるという細かいところ気づいてくれるじゃんもうすぐ9月。まだじゃない？まだまだ。今日は夜ご飯マックにしちゃった今日は全然作らなかった。食材めちゃめちゃあるのに、めんどくさいと思って頼っちゃった。マックに。美味しかった。ジャンクいいよね。元気出るよね。美味しくて美味しくてたまらない。ポテトももちろん食べた。セットで頼んじゃったんだからめっちゃ美味しかった。でも明日はちゃんと作ろうっと。学生時代はマックに入り浸ってた。あれ？でもそんなに言ってない気がする。私たちは私はサイゼリアにいっぱい行ってたよ。ガスタとか、あとポッポっていうね、イトーヨーカドーに入ってたフードコートコーナーにあったポッポっていうお店がすっごく好きで、そこの山盛りポテトが大好きだった。友達と遊びに行った時絶対ポッポ行ってたもん。ポッポ知ってる人がいてめっちゃ嬉しいんだけどポッポめっちゃ美味しいよねクレープも美味しいし、ラーメンも美味しいし、神様みたい。あんなに山盛りのポテトが160円で食べられるんだよ。もう買ってしまうよねこれは。で大体まあ学校終わっての放課後行ってさ、ねえプリクラ撮ってポッポ行って、でなんかお腹いっぱいになっちゃって夜ご飯あんま食べられなくて怒られるがセット食べちゃうんだよね。怒られる。うん、あたこ焼きも食べてたかも。プリクラ世代、めちゃめちゃプリクラ世代、すんごい撮ってた。めちゃめちゃ撮ってた。で一回友達と遊ぶってなるとなんか 3,4 回ぐらい撮ってたよプリクラで冷静に考えたら1回で全然足りるのにさ、なんかいろんなプリキのもう写り方とか違うからさ、なんかいっぱい撮りたくなっちゃって、もう山のようにあるもん、どっさりあるプリクラだって印刷した時にキラキラ光るみたいなのもあったりさ、ラメとかおまけでなんかいろいろついてくるとかあったの、いろいろ痛くなっちゃって。最近プリクラもう撮らない、全然撮らなくなっちゃった。今は多分きっとさ落書きの時にいろいろできるんだろうけど、自分好みに。なんか一時期その設定もできないか
感じのやつで、え、全然自分の顔と違うよってなっちゃってすごいなって、お目目がでかすぎるなみたいな。そう、そしたらもう携帯で撮ろうって、もうこれでね、こういうので全然今いいの撮れちゃうから、あんまりね、プリクラで撮りたいってのは、今は機会がなくなっちゃったね。うん、でも遊びに行ったら今ね、懐かしくて撮りたくなっちゃうかも。私はどっちかというと落書きがしたくてすごいやってた。落書き担当だった私。ほんと最近なんて 何が最後だったろう。プリクラメンバーかな、あれじゃない、ももちゃんと撮ったのが最後かも。ファッションショーに出させてもらったやつ、ガルアワの、あれが多分最後だと思う。ティアラとか書くな、これ書かないけどスタンプ使ってた時あったかも。うん、まあそうそうそう、ガラバのやつ。プリクラ撮ったっけ。そう、撮った撮った。プリクラ公開はない、 いいけど、なんかお友達の顔が映っちゃうからね、載せられないよね。今日は映像がいい感じだってすいませんね、いつも顔が見えなくて。あ、実家いない。もうね、全てのプリクラが今ここにある。なんか送られてきた、邪魔だったらしい。もう多分実家に私のものほぼほぼない、ないですね。全てのものがもう結構こちらに送られてきて、いらないものは捨てちゃったし、使わないものとか教科書とかももう全部捨てちゃった。そのタイミングでそうなの。授業の資料とかももう使わないかと思って全部処分してしまいました。あー、卒業アルバムあると、もあると、もちょっと奥にしまっちゃったからすぐ出せないけど、お部屋もね、多分物置とかになっちゃってるな。うん、実家でショールームやってた場所あったじゃない、あったじゃないって分かんないよね。ちょっと暗めの照明がね、まあ、角度的にそうなっちゃっただけなんだけど、もうそことかタンスとかが置かれててもうないです。プリクラね、全部データ化できればいいけど、なんか変にさ、ただプリントされたものじゃなくて、学生時代って定規の裏に貼ったりとか、缶ケース、缶のやつにね、なんかそういうの流行ってた時があって、100均で買った磁石のシートとかに貼って、それをあ、そう、そう、ペンケースに貼って、でなぜかなんか友達とそれを交換したりとか、なんか謎の文化があって
自分が写ってないやつとか友達なんか交換して、あれ何だったんだろう、なんでさ写ってないものを交換してたんだろうと思ってなんかそういうのがあったんだよね、プリクラ交換するっていう。私は携帯には払わなかった。ディズニー携帯だったからなんか何もつけたくなくて、デコレーションとか。学生時代で高校生の中で一番嬉しかったかも、もしかしたらディズニー携帯だったってことがだって絵文字全部ディズニーのキャラクターなんだよ、すごくない？うん、それが一番嬉しかったかもしれない。持ってる人なかった。まあでもね、その時っても結構みんなスマートフォンになってたからガラケーなの超珍しい。その携帯は多分あるかな、なんか充電とかするのめんどくさくって全然、なんか写し方とかも分かんないよ。りんちゃんもガラケー経験者？うん、めっちゃガラケー使ってて、8に入ってからもしばらくガラケーだったもん。ギリギリまでお兄ちゃんの借りてた、ずっと申し訳なかったもん。お兄ちゃんがすっごくゆずさんが好きで、もう着メロとか全部ゆずさんの流れるから、聞くとね、あって中学生の時すっごく思い出すの。友達からメールが届くたびにさ、越えてってそれが流れるからさ、あれ聞くとめっちゃ夏思い出しちゃうの。流した涙はいつしか懐かしい。そう、思い出が蘇るんです。栄光の架け橋、そうそうそうとかもね。あ、私折りたたみ式だったよ。これも憧れてたけどね、スライドのやつ。よくあんなので撮った写真でさ、オーディション通過したなと思うもん。逆に画質が荒かったから良かったのかな。ね。だってそれで全身も撮ってるんだよ。すごくない？多分顔はね、いやインカメなかったよな。どうやって撮ってたんだろう。まあでもそっか、みんな大体そっか。え、自分で撮った。だって内緒で応募したんだもん。だからちょっと自分立った時に自分の目の高さと同じくらいの棚にこうやって携帯ポッて置いて、タイマーで外カメで押して、急げ急げっつって、で棒立ちの全身写真撮って、なんか何枚かぐらい一番マシなやつを送ったの。だって締め切り5分10分前とかだったから、やばいやばいやばいって、どうせ落ちるしってでも全身写真とかは多分自分で公開しない限り多分出てないよね、世に。データも持ってないから
怒ってるのかな DH さんのところに。撮っちゃった。撮ってなんやかんやって今舞台の稽古してる。飛びすぎ。なんやかんや、なんやかんやがすごい濃いけど。めっちゃ飛んだ。お披露目の時、全然可愛くない、あの一回も可愛いと思ったことない。これっぽっちも自信なかった。いや本当に打ちのめされたよね、みんなが可愛すぎて。ずっとね、早く借りたい早く借りたいと思いながら、一応表面上でニコニコしくて作ってるけどさ、もうみんなが細すぎて可愛すぎて、もうなんやかんやのかんやくらいの時にファンになったと。前半後半でね。いやでも今ねこれ見てるとあんまりなんやの時のファンの人今そんなにいないかも。分かる人もいるよ、もちろんいるんだけど、まあ、なんやかんやのうやぐらいじゃないみんなって。なんやかんやのなは本当にもうこれくらいかも。これくらい、こんくらい、うん。何のファンすか。いや本当だよね。ねえめちゃめちゃ嬉しい。ね、まあね、10年だからね、確かにね。最後のうんくらいかな。でも今こうやって見てくれてるみんなは多分本当にそのくらいじゃないかな。ありがとう。もっと早く見つけたかった。いやでもベストタイミングだったんじゃない、それはまた違う意味で。その時の私だったから、その時にその時の私じゃないとなんか好きになってもらえてなかったかもしれないし、まだね早すぎたら何かが足りなかったかもしれないし、いやそれは本当にいいタイミングで出会ったんじゃないかな。成長段階で何かを身につけてる時にそれにみんなが引っかかってしまったという。そういうことだよきっと。うん、深いでしょ。刺さらなかったよきっと、早すぎたら。いい意味で。オンライン話、嬉しい、ありがとう。それはじゃあ10月にやりたいね、それは。あ、ちょうど今連絡が来た。お、言えるかな、言える。ですね、あ、ほんと今、あ、大丈夫ってなったんだけど、あの10月19日と20日に茨城の、ちょっとごめんね、後でちゃんとあの
お知らせ告知するんですけど、今ふわっとざっとね告知だけお知らせするんだけど、19、20に茨城でイベントが、お祭りというかフェスっていうのかな、まあお祭りなのかなあるんだけど、それの19日の方に私も出演させてもらって、させてもらうんですなので19日、みんな一緒に、19日です。イベント自体は、フェス自体は2日間あるんだけど、私は土曜日の方だな。まだ本当にね、その決まったばっかりで、何をするとかも全くこうまだこうあれしてない感じなんですけれども、あでもね、結構トークでっていう感じに、そういう感じで、後でちゃんと、ごめんね、今すごいふわっとしてるけど、ちゃんと決まってまとめてお知らせします。そうです、あそうです、足立さん、三富っていう舞台があったんだけど、それで一緒だった足立さんがリーダーです三富面が揃いますね、久しぶりに。桃鉄はやらないと思いますそれ県庁のイベントだね楽しかったなあれボロ負け超借金抱えて終わったやつね9000万くらいあれもなあ、じわったなあれ。いや、いろんな美味しいお店とかもたくさん出店して、もうお祭りお祭り、ぜひみんな、もちろん私を見に来てほしいっていうか、会いに来てほしいっていうのはもちろんなんだけど、ご飯がね本当に、はい、さっきサイト見たらめっちゃ美味しそうなビールの写真出てきたもん私一番それに惹かれちゃってるし、なんか嬉しい、こういうイベントに。でもずっとこういうの出たい出たいって騒いでたんですけど叶った、嬉しい、ただの楽しいお祭りに参加できる、幸せ、めっちゃ嬉しい。何のお話するのかな。ね、地元のイベント、めちゃめちゃ嬉しい。みんな来てほしい。ね、そう、茨城のお仕事、やっつりなんか久しぶりな気がする。お酒強いな、任せて任せちゃってよ。ちゃんと後で、まあ、いろいろ場所とか時間とか本当にまだ何も決まってないと思うんだけど、とりあえず本当出演スケジュール的なところでいけるねってことで決まったよっていうのだけ今お伝えしておきました。そうそうそう、詳細はちょ本当にこれからって感じなの。うん、だから10月結構そういろいろあるでしょっていう、10、11だね。ヨートどうなるの。どうもならない、どうもなったことないやね。嬉しい、アイルめっちゃ、
なんかもうさ、シンプルに握手会したいっていうのもあるよね。いつまでアイドルしてるんだって思われちゃうかもしれないけど、普通になんか、まあ、だからお渡し会って言ってカレンダーのあれを口実になんかさ、みんなと話すチャンスを直接話せるチャンスを作ったけどさ、本当にシンプル握手会したいよね。でも今それができないというか難しいから、ああやってグッズを出すたびにお渡し会とか行ってそうやって機会を作れちゃってるけど、俳優さんとかとさお話ししてるとさ、一回もファンイベントやったことがないって言ってる方もいてさ、同世代同じ年齢の、やっぱそういうところの価値観というか感覚が全く違うんだと思って衝撃だった。やっぱりアイドルとして始まっちゃってるからさ、まあ、このグループがね特殊なのかもしれないけど、自分の応援してくれているお客さんの中で顔とか名前がちゃんと分かる人一人二人ぐらいかもって言ってて、えって、そういうものなんだって。お互いが特殊か、そう考えたらね。だから私はもしかしてアイドルとかじゃなくてなんかそういう演技だけっていうので始まってたら、そういう感覚だったのかなと思って、ね、なんか自分の中で不思議な感覚だった話してて。で、不安にならないんだと思った。私すごい会わない期間とかさ、話さなくなるとめちゃめちゃ不安になっちゃう。それでもう見えてるからね、もう自分を応援してくれてる人たちがどれぐらいいてとかさ、どんなお顔しててとか、もちろん遠くに住んでるからとか事情があって来たことないとかいう人ももちろんたくさんいるけど、ね、ねっ、AKB っていいよね。だからね、会えるし、会えてよかった。それは絶対に会ってよかった。それはもう確実に、会いたい派でよかった。でもそれはみんなのおかげなんじゃない？それはみんながいい人っていうか、なんていう言い方したらいいのかな、みんながいいファンだから会いたいと思うんじゃないかな。会いたいと思えるような人たちだったからなのかな。言い方が難しい。なんかかけてくれる言葉とか見守り方とかそういうことなのかな。もちろんその相性とかがさあんま良くなくて、だからあんまり握手会とかって得意じゃないなと思っちゃう人とかもメンバーでいるかもしれないけど、まあね、そんな100人中100人がみんな相性いいとかまではさすがにね、それは難しい話だけど、私はね結構みんなに恵まれてたから
今でも会いたいなと思うな、私は。まあ、スケジュールがバカだったところはあるけどね、あの会いたいけどちょっとこんなにたくさん詰めるとお互い大変だよっていう感じた時は、まあ、確かにめちゃめちゃあったけれど、でも程よいあのバランスでだったら全然会いたい。うん、まあいろいろあるよね。ね、大きい会場だからさ、2days でもう全部やっちゃうよみたいな。いや、程よいやつだともう全然、うん。本当今程よいってみんなが言ってる、面白い。それみんなが言うんだ。関西でイベント、いやーやりたいけどね、ま、いただくよそういうコメントも。私自分のファンの何割かやっぱり関西の方にいるっていうのも分かってはいるんだけど、やっぱ難しいところはあるよね、会場探すとか。埋まるかなってところもあるし、シンプルに。え、行きたい、やってみたい、大阪でって。埋まるでしょ。いやー厳しいじゃないかな。やりたいけどね、大阪名古屋。うん、できれば大阪行きたいけどね。日付変わったですよね。今何時何分何分ですか。あ、ありがとうございます。沖縄も来て。沖縄厳しい。仙台あたりも、うわいいねいいね、牛タン。夜更かし派ですか。いやーもうこの時間にショールームやっちゃってたらもうね、隠せないよね。ゴリゴリもう、だって1時とかまだ早いなと思っちゃってるもん最近。いけないよね。11時とか余裕すぎるもん、なんか何の余裕っていう。だって19時とかはまだ夕方だよ。感覚的に全然夜って感じしなくなっちゃった。うん、起きるのは何時。いやでも本当お仕事に合わせてるって感じ。全然バラバラ。今すっごく規則。ダメだよね。今日何時なの言いたくない。聞かれそうで言いたくない。寝た時間も言いたくないもん、聞かれそう。わかる、なんか肌調子いいとさ調子乗っちゃうんだよね。荒れてくると、あやばい生活改めないとって焦るんだけど、
本当維持しなさいよってね、すぐ調子乗っちゃうの。いつも綺麗じゃない？そんなことないよ、全然。調子悪い時すっごく悪いの。でも大体舞台の本番期間に悪くなる。ストレスとかじゃ、ストレスじゃないの絶対。なんか寝落ちとかしちゃって、そう、それですごいね、後半とかすっごいねバラバラになってる。ダメだよね。ちょっと見せてみ、今すっごい調子、今すっごいいいの。うん、寝落ちね、よくないけどさ、寝落ちが一番さ、このあ寝ちゃうかもって時さ、すっごいさ気持ちよくない？なんか言ってんだろ私。準備万端でこう、はい寝ます、もう寝る準備すべて整いました、寝ますって言った時こそ眠れなくて、ああダメなのに、ダメなのにって次がすっごいすぐにね、ふーんっていけちゃう。うん、なんなんだろうねあれね。羊数えちゃった、羊数えたことないな。本当にあれ寝れるのか。やばいな、明日も夜からだから早く寝ようっていう気持ちが全く生まれないな。ちゃんとしようっていう気持ちになれない。そしてみんなをこうやって夜中にまで付き合わせるという良くない流れが良くないです。早く寝ようだって本当だよね早く寝なよってね、わかる。自楽モード。なんかお家にいる時とかやっぱりスイッチ入んなくて、台本とか今は見ないな。行ってる途中にスイッチ入る。どこで覚えた？なんか家でそういうことをしなくなってきちゃったな。なんか外に出た時、どっか歩ってる時とかで、なんかもや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 って言って覚えて。あ、でももちろんね、もうこの段階ではもう全部入ってるので覚える作業とかしないけど。私もダメかも、もうちゃんと自分が目が悪いって認識でいないとダメだな。今カメラでしょ。今さカメラとさ、ここの間がこの手3つ分ぐらいもっとか距離あるんだけどさ、こうやって見るとね、本当にね、みんなのコメントが結構見えない。もう
張れば頑張ればもうこのくらいかな、このくらいだったら分かるんだけど、やばいかも、うん、ぼやけちゃって、じゃあ近くに来てもらって、そうだねそっか、近くやればいいんだいやこれね、でもなんかそんなにどうしようっても思わないしな、うん、もうこれにしたら大変そう、コンタクトレンズにしたら、視力もわかんない、でもすっごく悪いやつだと思う、 0. 何とかとかなんじゃないめんどくさい、調べに行くの、0.1? え、0.23 とかじゃない0.1 はさすがにめちゃめちゃ悪そう、運転免許取りたいけどどこに行けばいいか、え、まずさ、運転免許取るときって何したらいいの、何もわからないや、なんか自分の住んでるところに一番近い学校とかを調べるの、もうそれがめんどくさいや、教習所、最初あれだよね、いろいろ勉強するんだよね、あーしばらく取れないだろうな、きっと運転はしたいんですけどね、自動車学校に行ってからです、はい、オンラインでできないんですか学校本当に行ってお勉強会ってみんなと一緒にやらないといけないんだ、オンラインやってよ、どうして、いやさすがにさ、この、うん、車に乗ってとかはさすがに行くけどさ、なんか標識とかだって、ああいうの暗記とかでしょ、だって結局はさ、そのテストというかそういうものをちゃんと点数取ってそこ通過しないとダメなわけじゃない、それまでって何、直接お勉強しないといけないんですね、わかりましたなるほど、すいませんでした、はい、じゃあ時間があるときに、え、わかる、え、私いけそう、苦手ではなさそう、でもああいうの自主練とかできるわけじゃないですからね、免許持ってないってことはね、教官の人がいてでしょ、そういう練習とか付き合ってくれるのかな、どうなんだろうね、全く知らない世界で、まあ、注射難しそう、高速道路とか乗れるのかなドキドキ、私は大きいのに乗りたいですね、昔はなんか CM とかで見るようなカラフルで
コンパクトなやつがすごい憧れてたんだけど、今はもう大きいのに乗りたいなって思ってる。トラック、そこまでではなくてですねなんでそれまた違う免許取らないといけなくなっちゃうじゃん。ねえ、大型のさ、違うそこじゃない。バスツアーまでに新しいね、私がバス運転するんだ新しいね。みんなと、別に本当私みんなのこと運ぶだけになっちゃうけど、よろしくて、私が運転するんだみんなの命預かるのめちゃ怖い。そんなバスは怖いよ、私が怖いよフフフ、面白くない。ねえ、預けちゃうじゃないよそういうノリで話さないでくれる？すごいね、うちらの絆すごいね、結ばれ方半端ないね、そうなってくると。ねえ、バスガイドさんの方でいたいよね。サービスエリアで私と話せる私いつ休憩すんのずっと働いてるあ、いいね。じゃあファンクラブで保険も始めようか保険も始めます、新しいいろいろ手出しちゃうファンクラブとはって言われて多様性のね、時代ですから。何ちゅう話してるんだろう。最悪じゃん命とお金の話って最低じゃん、やだやだ。もうちょっとなんか可愛い話しよう、ショートケーキとかウサギとか可愛い話しようよ。内容が空いてたいいじゃん、ケーキの話、食べ物の話が一番楽しいよ。食べたいもの？パスタ食べたい。
食べ過ぎも良くないって分かってるからちょっと我慢してる。あれ？私さっきさセブンイレブンでさたらこパスタのさ冷凍食品を買ったんだけどさ、やばいかも、冷凍庫に入れてないかも思い出した、ありがとう話してくれて、やばいかも、入れてないかもしれない。え？入れてないよね。スターバックスのさコーヒーのペットボトルがセブンにしか売ってなくて、それをねストックしておきたいと思って、さっきセブン帰ってくるときに行って、ごめんねどうでもいい話して、その時にんかまた作るのめんどくさくなっちゃった時のためになんか買っとこうかなって思ったら、たらこパスタが美味しそうで、あこれいいじゃんと思って買って、なんかさ入れてないような気がしてきた。あダメだこりゃ、ありがとう思い出させてくれて、そのまま寝るとこだった私。でも今入れに行ってもなんか誤差な気がしてきたからもういいや、終わったらすぐ入れる。そんでもう明日食べよう疲れた時用のストックで買ってたのに、もういいや明日食べるやっちゃった、パスタ好き、本当に好き、大好き。本屋さん行くとパスタのなんか本買っちゃう。なんか自分が作ったことのない種類のなんか具材とか組み合わせとか、パスタはねもう細ければ細いほど好き、太いのあんまり、だからうどんとかもそんなに麺類で言うと、なんかポンポンポンってやつとかも食べるし好きだけど、どちらかって言ったらやっぱ細い麺の方が好きだから、だからもうほんと最上級に好きなのがカッペリーニかな。カッペリーニはまあそうめんのパスタバージョンみたいな、すっごい細いの、まあ、大体冷製にして食べるのかな、カッペリーニって。で2番目にタヤリンが好きで、タリオリーニとも言うんだけど、で次は 1.4 ぐらいのやつパスタ、細いの。タヤリンとも言うし、あお店によってなんか結構名前言い方変わるような気がする。タリオリーニっていう卵で作られたパスタ、もうこれはもう本当に輸入品しか見たことない、日本の企業でなんかあれを出してるの見たことないかも。それこそもうレストランとか行かないとない。うん好きだから詳しいです。
平べったいパスタ、ああなんかこういうやつね。わかんないねこれじゃね。ああでもあんまり食べたことないかも。どうなんだろう。きしめん。ああうん、あわかる、言いたいことわかる。あーと今度何かで食べてみたいけど、あんま出会わないな。あ本当？どこで食べられるかな。だからもう機械欲しい。うん。うん、ごめん、これはあのおねだりしてるわけじゃないです。あの絶対自分で選んで買うのでごめんなさい。すごいなんか催促してるみたいになっちゃったけど、絶対に違います。今のはあの私があのしたいなって話してるだけで違います。本当に違う、本当に大丈夫、ありがとうございます。大丈夫です。え逆に絶対買わないで買わないで。それが楽しみなところもあるから、自分であのあこういうのもあるんだってお店で見たりとか。はい大丈夫、ありがとう。大丈夫、粉からあーこのね、これもね、やったことない。そういうのパスタはうどんとかはあるけど、職人じゃんね、もうほんとその駅行きたいもん。ある小学生の時になんかそういう合宿みたいなのに参加してやったな。なんか夏にさ希望者はなんかそういうところに泊まっていろんな自然の体験しようみたいなやつがあって楽しかったな。今じゃ多分あんまりね考えられないかもしれないけど、本当に私が住んでるなんか実家日立市だけどさ、日立市は全然もうなんかそんなにね田舎って感じじゃなくて全然もうシティです。全然街そんな田舎感ないところで栄えてるんだけど、もうその合宿は本当にもう田舎も田舎、もう周り本当に田んぼしかない、森に囲まれててみたいなところで、そういうところでってなんかいろいろそういう自然の体験ができるみたいな。移動とかもトラックの荷台に乗ってみたいな。そういう、そうそうそう、もちろんなんか いくらかは払った気がするけど、まあ、その作文を提出するみたいなのが条件みたいな感じで、夏休みのあれで。そうそう、だから今はさなんか結構もうめちゃめちゃ厳しくなってるから今は難しいけどさ、私が小学生の時のその時の環境はそれができてすっごい楽しかった。その間に家族がさなんかヘキサゴンとかがめちゃめちゃの時やってて、羞恥心すごいめっちゃ爆盛り上がりしてる時の、私がそれに行ってる時に家族がお台場合衆国行ってて、あれすっごい恨んだ。なんでって、なんでこのタイミングって、めっちゃ行きたかったのに。すっごく羞恥心大好きだったの。
そしたら家族が羞恥心のシール買ってきてくれた。キーホルダーとか。ほぼほぼ歌えてて、私ヘキサゴンから出てたユニットとか歌。絶対ご飯食べるときテレビ見てたもん。頭のいい国日本、美しく高く飛べ、誇り取り戻すためにめっちゃ歌えんの。たまにタクちゃんとしたとき悲壮感とかさいじってたけど、悲壮感もがっつり見てたからね。悲壮感、悲壮感、このチャンスだけは死んでも離さない、そんな俺たち悲壮感。すごいやばい、私 AKB の曲より覚えてるんじゃない、やばい。めちゃめちゃ覚えてるんだけど。知らないの？は、ジェネレーションギャップ？みんな知ってるでしょ。悲壮感と羞恥心は絶対みんな知ってるでしょ。あの頃の水曜は、ああ私もんだな。水曜日は絶対、その時はフジずっとワンツースリーまでずっと見てたずっとつけてた。羽飛びの好きなコーナー、全部好きだったな。アブちゃんのやつとかすごい好きだった。あのファッション、あのお洋服交換するやつ。ギリギリスもめっちゃ見てたよ。嘘、見たことない。嘘、そっか。深夜もあんまり見てなかった気がする。あ、回転寿司のやつ面白かったよね。でもね、今はテレビ見、あーでも最近そんなにつけてないな。ネットフリックスの方とかに行ってしまう今は。バラエティとかも何やってるのとかもあんまり今把握できてないな。一応テレビはあります、あります。食ってばっかなイメージ。え、何が、え、テレビが、私が、え、どっちどっちテレビがのかの話かな。あんまり私みんなの前で食べてるとこあんま見せてないような気がしてるけど、テレビの話だよね。そうだよね。ちょっとなんかドキッてしちゃった。グルメ番組がめっちゃ、そうなんだ。でも私的には助かるけどな食べ物の話はいいですからね、楽しいですから。
ペルとか NG、 あ、私、あ、全然 NG とかじゃないよ。でもなんかあんまりそんなになんかサボってるって思っちゃう、こういうのだと。なんかロケとかだったら全然あれだけど、なんかショールームでご飯を食べるところを流すっていうことに、自分がすることにあんまりいいイメージを持っていない。私が見せるのが嫌だとかじゃなくて、なんかただの自分の私生活を垂れ流しにしているみたいな、なんかそういう感覚になっちゃって、良くないことだと思っちゃう昔から。なんかうん、なんか絶対見せないマンとかじゃないの全然。え、めっちゃ大勢の人が食べてほしいみたいな感じだったら全然あしても大丈夫なんだと思っちゃうけど、なんかあんまりねいいイメージを持ってなかっただけ。あー、そうなの？そうなんだ。へえー、そうなんだ。へえみんないろんなりんちゃん見たいと、いろんなりんちゃん見れてるでしょ。もう今さらそんな新しい顔なんて出てこないでしょう。みんな知ってる知ってる。もう見せてない顔なんてないよ。もうないでしょ今さらそんなねなくないないよ、ないないない。変顔、なんか変顔ってさ何したらいいのか分かんないんだよね。確かに変顔のバリエーションないね私。どうしたらいいんだろう。なんか自分で手使わないとできない。変顔、罰ゲーム変顔ってなると全然やれるけど、何したらいいか分かんない。寄り目できないんだよね。変顔嫌じゃない、え、嫌じゃない全然。本当にバリエーションがないだけ。練習しなくちゃなしなくていいけどね。いいな、ハンガーできるようになりたい。千代さんのやつどうやってんのあれ。なんかこうなってたよね、難しいんだよね。ダメ、いや絶対そんなダメな感じにならない。ダメな感じになりたいもん。口角を下げるやってみてよ。ちょっとずるいな、みんな見てるだけだからな。やりたいの私は。ほらなんかわかん何してんの鏡で練習しとくえ、いいよ全然してもスクショ本当にできないのえ、ハンガーやりたい、ハンガーできるようになりたいねえ、ジュリさんまた来てくんないかな本当に教わりたい。ちょっともう一回頑張っていい笑っちゃう笑っちゃう。ちょっと待って、冷静になりたい口練習してる。じゃあここがいらないじゃんだって。あ、どうなんだろう、結構目力入れるのかな。
ダメだ、全然面白くない。なりたいのできるように。顎の筋肉？でも私の輪郭だとさ、なんかこうならないの。なんかただの四角になっちゃう。ほら。できない。輪郭だよね、絶対ね。そうだよね。ダメだ。でもこの間番組終わった後にドッスン教えてもらったけど、また忘れちゃった。ちょっと今度あったらもう一回教えてもらおう。ただの顔のそれ、確かに。いや本当にだから、いや そうだと思う。特技であればもう誰でもできるやつじゃない。なんかできたとしてもさ、しらける時もあるじゃん。別にそんな面白くなくて、あれはもう才能だよね。できてて、しかも面白いんだもん。寝る？寝る？もう寝ないけど、終わりにしよっか。1時だってもう。私のショールーム見てる場合じゃないよ本当に。人ってね、寝る時間なんですよこの時間。知らなかったでしょ。大体の人はね、お仕事してない人は寝てるんですよこの時間。一番人のこと言えない人が言ってるけど。寝る準備をしようか。寝ようとは言わないけど、寝る準備をしよう。ショータイム。もう撮ったでしょ十分みんな。私がさっきハンガーやってる時に撮ったでしょ。いいじゃん。じゃ普通のも。はーい。かわいいの。言ってじゃあ何したらいいかやるから。でリクエストして。ハンガーオッケー。これが限界じゃない今。ダメだ、全然面白くないもん。はい、こう。やだ、もうすっごい恥ずかしいからやめました。やめまーす。もう大丈夫。やめまーす。はい、おやすみなさい。明日も夜からお仕事なので頑張っていきまーす。さよなら。寝ない、ただ配信終わるだけ。バイバイ。みんな寝た方がいいよ。じゃあね。バイバーイ。